本日の動画はイメチェンカット、髪の毛バッサリ切っちゃいます。表参道の夏やヘア、スタイリストの国分が解説いたします。今日のカットのポイントは、1、スタイリングが簡単なスタイルに、2、お顔のエラ張りが気になるのでそこを隠したい、3、ショートにすると襟足が浮いてくるのでそこも何とかしてほしいです、4、とにかくバッサリイメチェンがしたい。この4つに注目しながら、ぜひ動画を最後までご覧ください。まずは襟足部分からバッサリと切っていきます。襟足部分の浮き癖が気になる方は、浮き癖を直すため内側部分を軽くすいていきます。ボブスタイルはカットラインが命なので、収まりが良くなるような綺麗なカットラインにカットしていきます。これでレースカットの完成です。レースカットが完成したら、一度しっかりと乾かしていきます。根元から風を当てて、しっかりと形が綺麗に整うように乾かしてくださいね。次に顔周りに遅れ毛を作っていきます。ここがこけしちゃんボブにならない重要なポイントなので、ぜひオーダーの際に参考にしてみてくださいね。最後にニコリのオイルでスタイリングしていきます。ボブスタイルのオイルは中間から毛先のみにつけていきましょう。これで完成です。かなり印象が変わって、すっきりと女性らしいスタイルになりましたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったなと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。